法人プリペイドカードとは、利用するメリット、デメリットを解説。キャッシュレス決済が一般化する中、すぐに発行できて便利なのが法人プリペイドカードです。この動画では、法人プリペイドカードについてメリット、デメリットなどを解説します。プリペイドカードは、あらかじめチャージしておいたお金を利用する決済カードで、審査不要で発行されます。前払いなので使いすぎの心配もありません。プリペイドカードを利用することで、たびたび小口現金をやり取りする手間を省くことができ、経費精算の効率化を図ることができます。また従業員が自腹で現金を立て替える必要がなく、負担を軽減することにもつながります。一方で、チャージ金額の返金ができないという点、クレジットカードのようなポイント還元が受けられない点などはデメリットと言えるでしょう。年会費をはじめ、さまざまな手数料がかかる場合もありますので、事前に調べておきましょう。プリペイドカードを選定する際は、利便性の高さ、費用対効果、管理のしやすさの3点を基準にするといいでしょう。プリペイドカードの有効な使用事例としては、経費精算の効率化、社員の立て替え負担の軽減、不正利用の防止などが挙げられます。キャッシュレス決済を進めたいけど、法人用クレジットカードを利用できないという場合でも、プリペイドカードであれば利用できます。前払い決済なので不正利用に強く、生産業務の効率化やコスト削減にも役立ちます。NTT コミュニケーションズが提供するビジネス D プリペイドは、年会費無料のプリペイド型法人カードです。現場の立て替え負担を楽にしたい場合や、クレジットカードを社内に配布するのが不安な場合は、ビジネス D プリペイドを導入してみましょう。